生、病死として処理できないもんですか。それは無理です。出て。しかし方法があるにありますが、今一番大事なことは真子ちゃんを東京へ返すことです。その後に事件が起こったことにする。真子ちゃんも東京へ返した後、出なくていい。どうやって警察へ届けるんです。外部犯に見せかけるしかないでしょう。強盗が入って会長は殺された。はい、そうまで。じゃあ午前中の稽古はこれで取ります。昼から台本話してもらうよ。みんなセリフ覚えといて。よろしく。あ、そう、早いわね。よ、いつから私のお兄さんになったの。いや、だって男だと思われたらまずいと思ってさ。これからの女優さんにスキャンダルは禁物だろ。ん、じゃあ来なければいいでしょ。昼飯の差し入れだよ。常盤屋のお楽しみ弁当、なかなかいけるよ。ほら、お茶もあるし、ね。はい、お茶は中にあるからいいわ。どうもありがとう。おい、静香ちゃん。それはないだろう。このグラタンとスープは11時30分に湖南亭の出前持ちが運んできました。これが会長の胃の中にあれば。だが、これはトリックの説明なんだからな、はっきりと明瞭に説明すりゃいいんだよ。真中はいつまで開けるんじゃないよ。じゃあ早くしろ。はい、行くぞ。はい。行くよ。さて、真崎さんどうするのですか。これを使います。乗れよ。いいから乗ってけよ。送ってくからさ。乗せてってください。どうした。彼女が好きだってのはあんたのことか。ん、あんた結婚してるだろ。女房子供いるだろ。遊びじゃねえか。おいおい、俺は女房も子供もいないぞ。独身か。そういうこと、ハンデはないんだ。喧嘩しようか。君と喧嘩する理由はないな。俺な、あんた思いっきりぶっ飛ばしたいんだよ。やめてよ。三田君、悪いけど彼と一緒に帰ってくれないか。俺、殴られるの好きじゃないんだよ。いてしな。あなたも早くどっか消えてよ。分かってんだろ。あいつにとってな、君大勢の中の一人だぞ。分かってるわよ。それでもいいと思ってるんだからほっといてよ。我々は与平氏殺害は外部犯ではなく内部犯、つまり当夜この山荘にいた人間による犯行との結論に達しました。もし事件発生後この山荘を離れた者が誰もいなかったならば、我々は捜査の方向を見失っていたでしょう。だが幸い、あの晩一人の女性が東京に。うるさい。セリフは入ってるんだよ。間を取ってるんだよ。間を何考えた稽古見てるんだ。いい加減に飲み込めよ。すいません。よし、もう一回行こう。ああ、いっぱいか。なんだ、止まってんじゃないか。また女か。すいません。時間分かってんだから。
浴衣似合うね。この間はごめん。私今日五代さんに叱られちゃった。あの人が回っとってんのに私プロンプしちゃって、なんかプロンプしたかったのよね。役に立ちたいっていうか、でも助けなんかいらない人なのよね。好きなんだよな結局。私あの人が初めてだったの。だから好きになろうと思って、そういう形で入る恋愛もあっていいんじゃないかって。でもダメみたい。俺のせい。しょうがないで。私寝てもらったのよね結局。あなたの時もそうだったし。いや、あれは俺が寝てもらったんだよ。ありがとう。ねえ、ん？芝居やめたって人今どうしてんの？この間話してくれた友達。芝居はやめたんだけどね。芝居やってる子に惚れちゃったって言ってたかな。やめちゃおっかな。女中役どうすんの？周りなんかいくらだっているわよ。